こんにちは、アキボーことアキヒロです。今日はですね、こういうものを手に入れてみました。じゃーん、ホットサンドメーカー。これ、ホットサンドがスピード調理できるんですって。本当にできるか実際やってみましょう。はい、ということで準備ができました。こちらがホットサンドメーカーですね。こんなにちっちゃいんですけれども、蓋を開けるとこんな感じですね。挟めるようになってるんですね。で、早速今日はじゃあこのパン2枚、それとハム、それとチーズ、これを使ってホットサンド作っていきましょう。使い方は簡単みたいで、ここにパンを置きまして、でまずハムからいきましょう。ハムを乗せて、でチーズいっちゃいましょうかね。チーズをここにいっちゃって、ダブルでいっちゃいましょうか。もう一度ハムいっちゃいましょう。ハムですね。でもう一枚チーズいきましょう。よいしょ、こんな感じですかね。でここにパンをもう一度乗せて、でこれでサンドして3、4分でできるそうです。で今日はじゃあ4分一応待ってみましょう。ということで蓋を閉めて、蓋を閉めます。閉めて、閉めました。で今日はストップウォッチで4分いっちゃいましょう。はい、ぼちぼちでしょうか。完成かな。はい、完成しましたね。じゃあ早速蓋を開けてみましょう。こんな感じでいい香ばしい匂いがします。じゃあ開けてみますね。じゃーん、こんな感じです。いい感じ。早速出してみましょう。よいしょ、うわ、ほかほか、すごい。こんな感じ、あちあち、ちょっと焦げちゃいましたね。こんな感じですね。これ切ってみましょう。うわ、トロトロ、見て見て、チーズがトロトロ。これふわトロ、ふわトロ、ふわトロっていう感じ。早速食べてみますね。あ、トロトロ、本当にパリッとしたホットサンドっていう感じ。いい感じです。これトロトロです。うん、美味しいわこれ。うん、やっぱり4分やったらちょっと長いかもわかりませんね。3分ぐらいがいいかもわかりません。でもこの中のパリッと感というか、外のパンはパリッとしてて、中は本当にもっちりチーズっていう感じで、本当に美味しいです。うん、これは便利だわ。はい、ということで、こういうお手軽家電製品って本当に便利でいいですよね。また面白そうなのがあったらご紹介していきたいと思います。ということで今日はホットサンドメーカーでした。それでは皆さん、コメント、高評価、チャンネル登録、またよろしくお願いします。